ったわ、ライキーパー。あ、なんだ、あのドゥーム左取って一瞬で戻っていったけど、おほまいとりーって間違えた。ADS しようとしてしまった。さっきアナ使ってたから ADS しようとして前段打ち尽くしてしまった。ADS しようとして前段打ち尽くって終わりだろ。眩しい、ここ。全然止まねえな。あ、ラグい、ラグい、ラグはラグはなどはなどは発狂した。HP と FP が減少してる。で、詰めできるか。何それ。あー、死んだ、マジか。ザリアに撃った天空石火が途上に全部当たって死んじゃった。こういうキャラだからな。どうやって勝ったの。まあでも一人だけだった。まあ早い。スコア1対0。マジで僕がどんぐらいの激しいショットか聞きたいな。激しいで聞いても聞いた。ハギシルは一応兄さんがいるときにしてた。マジ？でも多分ハギシルと認識してないと思う。抜臭だと思ってる。抜臭だと思ってる。あ、誰か体育がいいんだな。なわけがあるかい。いや、マジで俺のハギシルってそういう男。あ、俺作敵には行ったことなかった。作敵にはダメージ落ちたりしないからもう。溜まった瞬間に一撃で。やった。そうだ。二段ジャンパーだった。もう。エコーの方も痛すぎるよ。Oh my god.落下しながら頭抜いてしまったけど。
いや俺うまっ半蔵どういうこと。なんだ。うまい下手なキャラだと気づいた。なんか茶色い巨大な塊が天空に上がってたんだけど、なんで今うんちだ。そんな、さも当然かのように絶対に違うのに。どんな爆発範囲で。俺が相手をしてやる。団結して戦いましょう。次のゼニ使おう。ゼニが嫌なんてことあるの。何のためにクイックやってんの。こいつを使うためにクイックやってんの。確かに試合にこいつが出てなかったら何のためにクイックやってんの。なるマジ。半蔵ってあまりに単調すぎるキャラだな。やること1個しかないんだけど。電光石火打った途端やることなくなるから次のクールダウンだ。メイン打て。メイン打ってるのがやることない時間じゃん。やることしかないだろメイン打ってる時間。初天候でこう手首をひねってるのと一緒だから。本当に何もしてない俺この試合。ずーっとこうやってるだけで。実際そういうキャラで。同僚たちの負傷戦争を見るに私の根気が試されそうだ。このなんか俺のあの。ゴーストリコンのスキンみたいなスキン使ってるビジルだゴーストリコンのスキンというかレインボーシップコラボスキンだね。なんか死んだ。次は頑張りなさい。ソルジャーで真面目にエイムなんかしてるからそんなことになるんで。リングうるさすぎる。ほらここの道で一生こうやって。弾落ちないんだ。半蔵、うん、思ったより落ちない。ブーカーズで絞ってたら思ったよりは落ちない。
うわ、的がちっちゃくなった。オーマイゴー、さすがにきついなぁ。マトスピタスピで。俺の目から逃げる。え？ソルジャーはどう？何も言わずに死んだんだけど。思った。ソルジャーはどうやって死んだのって。めっちゃ生きろなのにと。めっちゃ生きろなのにと思った。無言で死んでた。すげえだ。で、この弱角位ナノつけてもらって、俺のドラゴン切ってきたのかよ。すげえ激量できたなと思ったら。戦術を練り直すべきね。誰かが汚れるのをやらないと。ねえ、取れたの。HP7 でした。そこ入ってないけど大丈夫かこれ。死んだ。わーん、反動が。何も起きない。新谷くんが当てないと何も起きません。あ、死んだ。全く当たらん。終わった。死んだにした。やっぱ俺の射線に出づらいっていう意識がないとあの死んだに起きないから。俺が捕まえてた。マジで無言で死んだな、こいつ。何だったんだよ。やっぱり無言で死んでた。